こんにちは武蔵野シティニュースの松岡美由紀です秋の深まりを感じる季節となりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかさて武蔵野市の市政の動きをお伝えする武蔵野シティニュース今回は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたルーマニアホストタウン事業について取り上げますまた9月19日から 二十二日に行われたイベント、エンジョイオープンストリーツ武蔵野と九月二十八日のワールドかけるラグビーの模様も合わせてご紹介します。どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめにルーマニアホストタウンについてです。いよいよ来年に迫った東京二ゼロ二ゼロオリンピックパラリンピック競技大会に向け 武蔵野市はルーマニアのホストタウンとして、ルーマニアを応援する活動を積極的に続けています。今回は交流事業家の三好主任にルーマニアとの交流やホストタウンとしての活動などについてお聞きしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 さあいよいよ東京オリンピック・パラリンピックまで1年を切りましたね市内のあちこちでこのルーマニアホストタウンというポスターを見かけるんですけれども、はい、そのホストタウンというのは何なんでしょうかホストタウンとはですね東京2020大会に参加する海外の国や地域をおもてなしする自治体のことを言います。東京2020大会開催に向け国国や全国の自治体 と参加国や地域の交流を奨励しております、えー、立候補し登録を受けた自治体がホストタウンとなっていますホストタウンの活動としては相手の国と人的経済的文化的な交流を図り、えー、相互に応援しながら大会を共に盛り上げていくことが主な目的となっております、うん あの今、ラグビーワールドカップで日本のおもてなしが、まあ、世界の、ね、評判になっていますけれどもそのおもてなしをオリンピック・パラリンピックでもとということなんですねそうでですすね、うん、あの市全体で歓迎しててて盛りり上げていければと思っておりますそもそも武蔵野市が、えー、ルーマニアのホストタウンとして登録されたのは長年にわたるルーマニアのブラフショフ氏との交流の実績が評価されたためです。えー この交流のきっかけはルーマニアがまだ民主化して間もない1991年にブラショフ市に本拠を置くルーマニアの国立交響楽団の指揮者であった武蔵野市出身の曽我大輔さんが資金難にあえぐ楽団への支援を自分の故郷である武蔵野市に要請しその翌年に楽団が日本を訪れコンサートを開催したことがきっかけとなり交流が始まりました音楽から始まったこの交流にはその後 多くの市民団体や個人が関わりより幅広い国際交流となり今も続いています2016年にルーマニアのホストタウンとして登録されたのはこうしたた取り組みが認められた結果です、うん、音楽での交流がスタートということなんですがやはりその国の文化や伝統などを知ることによって、まあ、よりこう応援しようという気持ちになりますよねそうですね。うん そうした意味からあの市では市民の皆さんにルーマニアについて様々な角度から知っていただこうと3年前からホストタウン事業として様々なイベントや講座を開催しています例えば定期的に開催している知ってみルーマニアと題した講座では主にルーマニアの食や文化を紹介していますこれまでにルーマニアの郷土料理を作る料理教室やルーマニアの地方に伝わる素朴で愛らしい刺繍を体験する教室さらに実はとても 歴史が深くルーマニアの人々の生活に根付いているルーマニアのワインの講座などを開催しいずれも参加した市民の方からあままり馴染みがななかかっっったたたルーマニアのこととををいいいいいいろろ知るきっかけになったという声をいただいていますまたスポーツの交流としては日本人監督が率いるルーマニア代表の柔道選手が来日し稽古を通して市民と交流を図ったほかルーマニアのパラ選手団を武蔵野市に招待しイベントの開催や市内小中学校での交流を行いました。 その他にも音楽イベントや交流市民団の派遣など様々な取り組みを行っています、うん。今までルーマニアについてあまりこう知らなかったという人もあ東ヨーロッパにあるんだなとかこんなおいしいものがあるんだなとかねその知るきっかけになりますよね。そうですね。うん こうした中、9月28日や武蔵野プレイス前の京南フレア広場公園でルーマニアのアーティストたちが制作した多種多様な短編作品を紹介する一夜限りのルーマニア野外映像祭を開催しましまた、うん、野外映像祭というのは秋のの夜長にぴったりのイベントですね当日、会場には映像作品の上映に加えルーマニア料理やワインなどのブースが出展し地域の活動を紹介するブースなども出展しました。 ルーマニア料理ブースではですね、メニューにチョルバという具沢山のスープがあったり、ロールキャベツに似たサルマーデなども出ました。それらはですね、ルーマニアではおなじみの家庭料理となっています。ちなみにルーマニアでは共働きが一般的なので、家庭では週末にまとめた料理ができる煮込み料理が人気だそうですよ。 そうなんです、ね、<laughs> あーなんか体があったまりそうなまたあのルーマニアとの交流活動を積極的に行っている成慶大学のブースやカラフルで繊細な模様が特徴的なイースターエッグを紹介するブースなども多くのお客さんを集めていましたはい、まあ、大盛況のイベントだったということなんですけれども今月末にもまた違った、ね、イベントがあるんですよね。 10月26日27日にはルーマニアホスト関連事業としてハロウィンイベントをムサシノプレイスのギャラリーで開催しますルーマニアのクイズラリーを制覇すると小学生以下のお子さんにはプレゼントがありますまたドラキュラに変身するためのマントを作るワークショップを開催します予約は不要で無料でどなたでも参加できます是非お越しください そして東京2020大会が近づくにつれホストタウンの活動も一層盛り上がっていきますホストタウンとしての活動がさまざまある中で市では一緒にルーマニア応援し、えー、盛り上げるサポーターを募集していますサポーターに登録するとイベント情報が登録したメールアドレスに届きます文化やスポーツを通した感動や交流を一緒に体験し東京2020大会本番には、えー、武蔵野市に来る皆さんを市全体でおもてなしして 武蔵野市のおもてなしを世界に発信していければと思いますはいあいよいよカウントダウンという感じでオリンピックパラリンピック楽しみになってきましたねそうですねはい、今日はどうもありがとうございましたありがとうございました市ではルーマニアのことやホストタウン事業についてもっと知ってもらえるようホストタウン情報ペーパー桃色ペリカン通信を発行していますタイトルの桃色ペリカンは ルーマニアの国鳥で長いくちばしにつぶらな目が可愛い鳥です桃色ペリカン通信は市の関連施設などで配布しているほか市のホームページからもご覧になれます詳しくは交流事業課までどうぞそれでは続いて三鷹駅北口周辺で4日間にわたり行われたエンジョイオープンストリーツ武蔵野の模様をご覧いただきましょう 9月19日から22日までの4日間、三鷹駅北口周辺を会場に、エンジョイオープンストリーツ武蔵野と題したイベントが開催されました。このイベントは、市の中央部に位置する三鷹駅北口周辺を歩行者を中心とするにぎわいのエリアにしようと、地域の団体や企業と連携しての社会実験として行われたものです。 期間中、北口周辺の片雷の道と桜通りはイベントスペースに早変わり、人工芝の広場ではミニサッカーやラグビーなどのスポーツ体験が行われました。道遊びのコーナーでは道路にチョークで絵を描いたり、縄跳びにフラフープ。昭和の時代の路地裏のような、なんだか懐かしい雰囲気ですね。 地元の商店による飲食ブースが並んだオープンカフェもお目見えです。武蔵野タワーズでは、たくさんのお店が出店し、音楽ライブなども実施されたタワーズマルシェが。三鷹駅北口では、北口商店会による恒例の秋祭りが開催され、大賑わいでした。それでは次に、9月28日に開催された、 ワールドかけるラグビーの模様をご覧いただきましょう熱戦が繰り広げられているラグビーワールドカップ2019日本大会これに合わせ元ラグビーオーストラリア代表のクラシックワラビーズ対元ラグビー日本代表クラシックジャパンによる親善試合が9月28日武蔵野陸上競技場で開催されました まずは、横川武蔵のアルテミスターズとオーストラリア女子中高生などによる女子セブンスラグビーの親善試合が会場を盛り上げます。そして、いよいよ往年のスター選手の登場です。クラシック・ワラビーズは、ラグビーワールドカップの歴史の中で2度の優勝に輝いている強豪オーストラリアの元代表選手がメンバーで、 対するクラシックジャパンは第1回ラグビーワールドカップで日本代表キャプテンを務めた林俊行さんをはじめこの日のために集結した元日本代表選手およそ70名1日限りのドリームマッチに会場は大いに沸き上がります。 試合の後はタッチラグビー体験も行われ、参加者たちは国内外の一流選手との触れ合いを存分に楽しみました。さらに、日本対アイルランド戦のパブリックビューイングも行われ、陸上競技場では過去最多となる5500人の来場者を記録しました。それでは最後に、機関武蔵の秋報の発行と、 この10月からスタートした虹色電話相談についてのお知らせです。機関武蔵野秋ごんが完成しました。今回の特集は、生き物と緑豊かな街を守るためにと、備えて守ろう私たちの暮らしです。ぜひご一読ください。機関武蔵野は、市役所や各市政センターなどの市内の公共施設、 金融機関や病院などで無料で配布しています詳しくは秘書広報課までどうぞ市では専門相談員がセクシャリティ全般や性自認に関する悩みや相談に応じるにじい電話相談を開始しました相談日時は毎月第2水曜日の午後5時30分から8時30分で予約は必要ありません ご本人だけでなく、ご家族や支援者の方などからの相談にも応じます。一人で悩まず、まずはご相談ください。相談電話番号は三八の五一八七番。お問い合わせは男女平等推進センターまでどうぞ。いかがでしたでしょうか。今回の武蔵野シティニュース。秋になると空気が澄んで。 空が高く感じられますよね我が家からもこの時期になると富士山がくっきり綺麗に見えてちょっと嬉しい気持ちになりますそれでは次回の武蔵野シティニュースをどうぞお楽しみに